あっこです。お久しぶりです。今日は新しい商品買ったので、ちょっと開封していきたいと思います。それでは、スタート。はい。こちらの商品が届きました。ね。まあ、この時期に、ソニーさんで何か買ったといえばピンとくる方もいると思うんですが、買っちゃいました。開けていきたいと思います。じゃん、何もまだ見えません。そして梱包材、そしてはい、こちら最近広告なんかでもよく出てました、この Vlog 用のカメラ買ってしまいました。ということで開けてみたいと思います。新しいカメラが出るっていうことで、細かい機能の説明とかはね、詳しい方がいっぱいやってると思いますし、発売前のね、いろんなムービーで実際見れるので、そちらを参考にしていただいた方がためになると思います。私はね、自分でこれを使っていけるかどうかまだ自信ないんですが、これでちょっと今まで休んでた動画投稿再開していきたいと思います。中を開けるとこんな感じ。まずね、バッテリー。私、ソニーのカメラ結構持ってるんですけど、ソニーのカメラの弱点といえば、バッテリーの持ちが弱いということ。なので、バッテリー付きで買ってます。このバッテリー自体結構私、あと3つぐらい持ってるんで、予備はあるからいいんですけど、本当ね、このカメラ、今度買ったカメラがどのくらい持つかわかんないんですけど、旅行に行った時とかに使ってると絶対バッテリーの替えないと不安になります。で、グリップ。ね。シューティンググリップ。これはね、やっぱり欲しかったんですよ。で、最後に、本体。ちっちゃ。でもこのくらいがちょうどいいかも。早速本体見てみましょう。保証書とか説明書が入ってて、本体こんなちっちゃいの。すごいよね。と、中に入ってるのが、マイクのモフモフ。と、バッテリー用のケーブル。これなくすと、万が一ね、下取りとかに出したくなった時に、これ純正品ついてないと安くなっちゃうんで、なくしちゃダメなやつ。ちゃんと付属のバッテリーと本体。こんな感じです。これならね、本当にちょっと持ち歩いて撮影するのにちょうどいいかもしれないですね。ということで、届いたよということで、割りアングルもついてるし、ね。実際これで、ちょっと近所散歩したりとか、実際これを使って撮影するのがね、なかなか今外で撮影するの難しいんですが、ちょっといろいろ使ってみたいと思います。
それではまた。食べな。あとアイスは。あ、いらっしゃい。
チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に SNS、ゲーム実況チャンネルのリンクもありますので、そちらもご覧ください。それではまた。